Hey guys! Welcome to my channel, I'm Daisuke. Today, I will tell you what does kisama mean in Japanese. So, let's get started. まずこの kisama っていう言葉は英語だと you っていう意味ね。まあ俺もよくわかんないんだけど、kisama っていう言葉はずっと前、もう100年以上前とかね、はこう目上の人に対して使うこう丁寧な言葉だったんだって。でも今はあまりこういい言葉として使われてないね。こうなんていうの、その人を侮辱するときに使うみたいな。そもそもこの貴様っていう言葉を使うときがもうほぼないね、普通の会話の中で。俺も人生で一回も他の人に言ったことないね。例えばね、俺が聞いたことあるのだと、アニメのドラゴンボールあるね、その中でベジータが悟空に向かってカカロット貴様みたいな感じで言ってるの聞いたことあるね。まあこれはドラゴンボールのこの日本語バージョンを聞いてみればすぐにわかると思う。だから要するにアニメとか漫画とか小説とか時代劇とかそういうのでよく使われてることあるかな。なので日本人と話すときに絶対に貴様とかって言わないでね。それ言っちゃうともう相手にすごいなんかこう敵意があるみたいに思われるからね。もうそんなの使う人いないからね、普通の会話でね。まあこれは貴様じゃないんだけど、日本語でアニメとか見てる人ならお主っていうのも聞いたことあると思うんだよね。お主は誰じゃとかさ、お主そこで何をしてるんじゃとか。まあこのお主っていうのもこの言うって意味と一緒なんだよね。この言葉もさっきも言ったけど、アニメとか漫画とか小説とか時代劇の映画とかそういうところで使われる言葉で、日常会話ではまあ全く使われないね。まあとりあえず今度日本語の音声でドラゴンボール見る機会があったら、ベジータが悟空に話すときに貴様って言ってるからちょっと確認してみて。これドラゴンボール興味ない人はちょっと分かりにくいかもね。ごめんね。それじゃあね、バイバイ、またねー。